は今最高のメンバーと最高のマネージャー、最高のスタッフの方々と共に活動ができて心から嬉しいです。その日は真夜中で雪が降っていました。ほんまかい。かえいうかけきくけこ。これも実はかも。うわむずい。タピオカ好きな人は変な人です。次はゴリラを飼ってみよう。挑戦を受けてやる予想無限大。こっから 5,6,7,8 1,2 カンカンドダラララカン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 フケカンフケ U1,2,2 最後なんで慎重にやっていっても全部出し切って楽しくいいファンミーティングで終わらせたいと思います。緊張してますまあでもいい緊張感でやれると思うんで、最終日緊張すごくしてます。それと最後になっちゃうんですけど、ジャムの皆さんとお会いして最高のパフォーマンスにしたいなと思っているので、ラストだけどラストじゃないんです。実はだって僕らはこれからなんで、またすぐ会いに来ます。デビュー前の最後のステージなんで、感謝の気持ちとあと今の僕らの最大限を見せれるステージにできればなと思ってます。皆さん楽しみにしててください。どうしよう、トイレ行くか行かないか迷います。トイレ行くか行かないか僕次第ですよね。僕でも行こうぜ、迷ったらやるって決めてる人生なんで行ってきます。以上、ズンキでした。緊張する。ダバダバンダバンバンバババンビンバンバビババビバン。のの字を書いて食べるんですよ。手を書いて食べるんですよ。人を…今日ラストということなんで、皆さんに恩返しできるように今日は精一杯、僕の精一杯を出して汗だくで帰りたいと思います。はい、この曲好き、めっちゃ好きね。めっちゃ好き、翔さんめっちゃ好きです。この曲欲しいですもん、ずっと言ってるし。頑張ってね頑張ります。はい、ちょっと公演よりも公約が緊張してまして、川西匠がもしデビューの11人に選ばれたら、国民プロデューサーの皆さんと一緒にカラオケ大会します。大きいカラオケボックスをお借りして皆さんと一緒にいろんな歌を歌いたいです。さあ、じゃあ今日はですね、念願のその初カラオケやっちゃいましょう。ここで、はい、ここからもう MC をお任せしますよ、川西くん。はい、じゃあ
って、はい、ここからは私川西匠が仕切らせていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、頑張れ一ターン入れましたよ。独断と偏見で選んだ3人のメンバーと僕とでカラオケを披露していこうと思います。タイトルの方お願いいたします。川西匠プロデュース JO1&JAM カラオケ大会。よっしゃー、トップバッターは、はい、河野純喜くんです。トップバッターでございます。これ選ばれた人急だな、はい、さあ続いて歌っていただくのは、はい、誰でしょう。お豆です。さあ豆ちゃん、はい、うわ、さあ豆ちゃん来ましたよ。あの日の空を忘れない、あの日の君を忘れない、心の奥で叫ぶ日又翔也です。おっと、あ、翔也、翔也、まさかの、しよう、うわ、しよう、まさかのこれ来ましたよ、スタートが。さあ、木又くん来たよ。頑張れ。強制に扱う腕を刺激する生足魅惑のマーメイド最後ですか。あの僕が、そうですよね、やっぱりちょっと皆さんに、はい、あの聴いてもらいたい曲を入れたので、はい、生きてる日々もその喜びもあなたが教えてくれたことで大丈夫かもって言える気がするよ。今すぐ会いたいその笑顔にあなたを包むすべてが優しさで溢れるように私は楽しんでいただけましたか。本当にありがとうございます。皆さん
人の心をつかむ魅力的な話し方ができるような人になってもらいたいなという願いを込めて話し方の講義をしていきたいと思います。男性ブリーダーとして白の中ではニーターあるところ、沖縄県原一世、その名前の由来の沖縄と運営されるのが今こうやって ABC に振り分けられましたが、皆さんに以前書いてもらったトークについてのなんか悩みがあるかないかというアンケートをしたの覚えてますか？書いたなと。書いたわ。いや、なんかその、はい、これ誰に見せるんですかって言った時になんか偉い人に見せるみたいな偉い方ですから、はい、でそこのアンケートで、まあ、皆さんが結構悩んでるみたいなんですよ。こうちょっと一人ずつ、まあちょっと理由も聞いていきたいと思いますけど、まず川西くん、はい、自分のトーク力はという質問で自分で10点つけてますね。満点ってことですか？はい、100点満点中ですね。トークについての悩みは面白いことが浮かばない、これが理由だと。そう、芸人さんならわかるんですよ。続いていきましょう、木又くん、はい、自分のトーク力は100点満点中20点、低い。トークについての悩みは緊張してうまく話せない、はい、はい、大人の人に囲まれるとちょっと緊張してしまいます。すごいスタッフさんも多いですから。でもまあアイドルとしては良くないですよね、それは。さあ続いて金城くん、自分のトーク力は100点満点中70点、はい、トークについての悩みはみんなの個性が強くてついていけない。それチームとしてダメじゃんご心配になりますけど金城くん。川尻くん、レン君ですね、自分のトーク力100点満点中80点。これは逆に恥ずかしいパターンになってますけども、ちなみにトークについての悩みはたまに僕と俺が混ざるなるほどね、一人称がね。なるほど、なんかいるんですよ怖いよ、ちょっと怖い、怖い話ですよ。なんかもう一人の自分が。じゃあ続いて、るきくんいきましょう、はい、自分のトーク力は100点満点中70点。おー、トークについての悩みはアドリブが苦手。はい、いやなんか、はい、結構自分の中では苦手です、喋るのが、はい、話し方がとってもきちんとしてますよね、はい、敬語の使い方とか、うん、よっぽどお家でなんか厳しく言われたんですか？いや、全然そんなことない。さあ続いて豆原くんいきましょう、自分のトーク力は50点、トークについての悩みは言葉がしっかりまとまらない。はい、うん、さあ続いて与那城くんです、自分のトーク力は100点満点中30点。嘘だ、うわ、やっちゃってんな。なんで俺だけそんな低かったの、ね、トークについての悩みは例え話など表現が足りない。お、表現高いね、まあ、ね、からない、悩みがよくわからない。さあ続いて佐藤くんいきましょう、佐藤くん自分のトーク力は10点。わかってる。トークについての悩みはやっぱ語彙力がない、うん、はい、でそれがね、はい、キャラとして確立しちゃえばいいんですけれども、まあ、その辺もちょっと後ほど解決、はいはい、そしてじゃあ河野くん、はい、自分のトーク力は70点。おお、トークについての悩みは言葉が詰まってしまう。ああそうですね、結構考えながら話してしまう方で、出任せ風にペラペラ言うよりは、はい、考えてじっくり本当に思ってることを言った方が好感度上がりますから、うん、ああなるほど、うん、じゃあ大丈夫です、はい、解決しちゃいましたね、はいはいはい、さあ続いて翔成くんいきましょう、はい、自分のトーク力は20点。トークについての悩みは話がまとまらない。そうね、さっきねなんかメリハリがなくてちょっとダラダラしちゃったので、うん、どうすれば治るかみたいなちょっとこの後やりますね、はい、やってみます、はい、さあそして最後鶴坊くん、自分のトーク力は95点。おなにそれ、300点満点中とかしかもトークの悩み特になし。おお、素晴らしい。これはすごいことですよ、はい、ちょっと鶴坊くん、これ特にないし理由をお聞かせくださいこれは、はい、なんか僕のキャラ、はい、まあ多分、まあ、
初見の方とか分かんないんですけど、はい、あの僕のファンたちから見て僕のキャラ分かってるから多分何を話しても多分大丈夫だろうっていう、はい、意味で95点です。まあファンに対してということですよね、はい、ファンだけに話さないで、はい、もっともっとだって幅広く知ってほしいじゃない、はい、世界に向けて、はい、だそういう点ではちょっとそれを直せば、はい、さらに良くなると思います。ありがとうございます。 JO1 ハウス、あえいうえおあおたけきくけこか。プライベートでもそれから仕事の上でも最低限この辺を常に頭に入れてるといいよっていう点をちょっと今日2つ伝授したいと思います。みんなこの言葉を聞いたことがありますかね。懐かしい。あ、懐かしいって声が聞こえた。 5W1H 英語のやつですよね。そうそう、いつどこで誰が、そう、知ってるんだ。どのようになっけ。ほらもうみんな優秀じゃない。すごいですね。俺も初めて実は知ったんですよ。あ、本当？もうみんな優秀、もういいことない、はい、イメージとしてはね、明日の3時半頃に例えば新宿の西口のどこどこにあるなんとかでってまとめて言うと聞いてる方が、あ、そうか、明日の何どこどこでってなりますよね。必要なことはなるべくまとめて話を聞きながら話のスピードについていった上で全部がこう同時に理解できるように話すといいんですね。実際にやっぱりトーク力って話さないと鍛えられないので、うん、やっぱり実践やりましょうよ、はいはい、さあじゃあルールを説明します。 A クラスから1人ずつ前に来ていただいて、で、まあ、先生がお題の書いてある紙をランダムで見せます。その場 でそれについて1分間で、まあ、話をすると。自分が実際に見たものだとか自分が本当に心の底から思ってるもの、自分が体験したことを思い浮かべながら話すと、それはもう言葉として中身があるから嘘偽りがなくなるんです、かなりレベル高い練習です。レベル高いですね。じゃあこれ、はい、僕のテーマは10秒考えてくださいよ、はい、だいたい10秒くらい。まあそんな変なものはないんでね、言ってもテーマこちらでございます。マイク。さあマイクでエピソード1分間お願いします。よーいスタート。はい、僕がこの、まあ、マイクについてなんですけど、僕は正直その歌を歌い出したのが高校1年生ぐらいの時で、まあ、沖縄でバンドを組んでて、その時に初めて僕はマイクを触ったんですけど、そのやっぱり自分で今話してる声をマイクで通した時に全然こう違って聞こえて、自分の声がなんか本当に他人の声みたいな感じですごい違和感があって、その時は僕は自分の声がすごい、なんだろう、嫌いというか苦手だったんですけど、マイクを通して自分の声を客観的に聞くと、あ、なるほど、自分の声はこういう声なんだっていうのが分かって、その時からなんかだんだん歌についての興味が湧き出してきて、そこから僕は歌手をちょっと目指していこうかなと思いました。でそこからやっぱり歌手を目指すにあたって、沖縄だけじゃなくて東京に出て歌手を目指そうと思って、いろんなオーディションを受けて、今こうやって JO1 に選ばれて11人の中でボーカルの枠をもらわさせていただいております。なので僕にとってマイクはすごい、なんだろう、思い出というかすごい大事なものになってます。はい、終了。そうなんですよ、もう S 級なんですよ、もう一人だけ自分のストーリーもちゃんと話すし、沖縄でバンドやったっていうのもそれで分かったし、大絶賛でございます。素晴らしい、さすが。いいお話をありがとうございます。そういう感じですよ。これは難しい。きつい。これはそうですね。はい、じゃあやってみましょう。テーマちなみにこちらです。ゴリラ。うわ。さあ、それではルキ君、ゴリラにまつわるエピソード、よースタート。はい、まあ、僕は小さい頃
からずっと動物が好きで、で動物園に行った時に、まあ、ゴリラを見たんですけどまあ、僕とはだいぶかけ離れてるなって一番かけ離れた動物だなと思ってて、で動物が好き で今ワンちゃんを3匹飼っているんですけど、ね、全部トイプードル で本当に、まあ、小学生の頃から飼ってるんですけど、本当に自分が辛いことがあった時とか、まあ、落ち込んで家に帰ったらすごいそのワンちゃんに癒されて助けてもらったことが何回か何度もあって、ですごく感謝してて、で今は実家に帰れてないんですけど、実家に帰った時は本当にワンちゃんに癒されてて本当に助けてもらってるんですよ。だから次はゴリラを飼ってみよう。終了。素晴らしい。やっぱユーモアね、最終的につなげてきた。自分の得意分野につなげれば嘘偽りがなくなるんですよ。確かに実体験でもありますもんね。そうそうそう。さあ金城くんのテーマ、こっちだけでもいい、もちろんどっちでもいい。わかりました。早いですね。じゃあそれに金城くんのテーマこちらでございます。はい、富士山。用意スタート。僕はずっと僕は関西出身で、関西大阪生まれなんですけど、富士山を直接見たことがなくて、で2019年そのレコーディング行ったところが山梨の方かな、でなんか 近くて富士山を、でそこのレコーディングを貸してくれた方が、ここからすごく綺麗な富士山が見えるんだよって言ってくれて、で案内してくれて、窓があってそこから覗いた時に本当にこんな感じで、めっちゃもう雲が一つかかってないすごく綺麗な富士山を見たんですよ。でその時に僕はそのテレビとか映像で見るよりもすごく感動を受けて、こんなに綺麗なものが日本にあるんだなってすごく感動して、でその時僕はやっぱり精神的にもオーディション番組でいろいろ疲れてる時だったんですけど、その景色を見た時に感動して、本当にその時にいたのがその一緒にレコーディングを受けたメンバーだったんですけど、本当にメンバーのみんなも言葉が出なくなるぐらい見入ってしまっていたというか、本当に景色を見てこれほどに感動できる年になったんだなってちょっと僕も19歳ながらちょっとまだまだなんですけど、ちょっと大人になったのかなって思いました。はい、終了。本当の自分で本当に見た感動を伝えてるから、つまらないとか聞いてて飽きるって感じはなかったですね。全くないですね。本当の自分を見せて、それが、まあ、今の3人がちょっと異常なぐらいうまいですもんね、はいはい、忘れて自分の個性出していただきます。はい、わかります。まあね、逆にお手本を見てますから今3人をね。でもお手本ってもそれぞれのこう完成度が高すぎて、お手本というよりもね、そうですよね、何を真似していいか分かんないと思うんで。そうなんですよ、僕もそう思ってたんですよ。自分の個性はい、じゃあ、はい、行きましょう。それではじゃあテーマこちら、タピオカミルクティー。これさ無限に出てくるよね。むずい。それじゃあ行きましょう。タピオカミルクティーでエピソード用意スタート。はい、タピオカミルクティーなんですけど、まず僕はちょっとタピオカがちょっと苦手でしたはい、それでこう友達とかとお買い物に行った時とかに、こうやっぱりみんなタピオカが大好きですぐタピオカに行こうってなるんですけど、僕はちょっと苦手なのでいつもタピオカ抜きを本当に勧められて、お友達から勧められてタピオカを飲むと3口ぐらい飲んだらすぐ気分が悪くなってタピオカを友達に譲りました。そんなことがありましたまだ10秒ありますよ。タピオカ好きな人は変な人です
終了。最終的にタピオカ好きな人変な人で終わった。すいません、タピオカドリンクについて話さなきゃ話さなきゃと思っちゃって囚われすぎたと思います、はい、さっきみたいにほらゴリラでもえって言ってトイプードルの本当に飼ってるペットの話にしてもよかったわけだから苦手だったらで実は僕が好きな飲み物はってそっちにしてもよかったわけ、うん、なるほど。もうこれも全然あかんわ。はい、はい、こちらでございます。まあ柴犬、柴犬ですよ、はい、まあ犬動物ですね。一本でよーいスタート。はい、皆さん大好き柴犬なんですけど僕、まあ、ずっと、なんていう犬を飼いたいなって昔ずっと思ってて、でも親が一軒家なんですけどやっぱ世話とか面倒くさかったりするじゃないですか。そういうのをこう飼いたい飼いたいってずっと言ってて、でも純喜世話できるのみたいな、できないでしょっていうのを、まあ、いろんなことがあって今までずっと犬飼いたい気持ちがあったんですけど飼えなかったんですよ。で、まあ、こうやって東京で、まあ、オーディションを受けて、まあ、JO1 に入って僕が犬を飼うことができました。豆原一成っていう柴犬を飼うことができて、はい、お世話もしなくてよくて勝手に生活してくれる17歳のめちゃめちゃ可愛い柴犬が今寄ってきたりして可愛いなって本当に今、はい、幸せです。はい、終了。いや素晴らしいと思います、はい、よかったよかった。さっき言ってたもんね、豆柴で呼ばれてたね、はい、豆柴って呼ばれてるっていう、はい。さあ、95点の男それがこれはちょっとこれはこっちまで写真だな。また写真じゃないアプローチですかね。じゃあテーマの方こちらでございます。はい、ファン、ファンですね。これはスッと出るでしょ。よーいスタート。はい、まあ僕のお題はファンなんですけど、まあ僕は、まあ いろんなアーティストさんのファンっていうじゃない、すみません。まあ韓国の、まあ、あるグループの、まあ、僕のファンなんですけど、まあ、でずっとなんか憧れとかってやっぱりそのライブとか行ってもかっこいいなと思うし、やっぱりここのあそこのステージに立ちたいなって僕もいろいろ思ったりしましたし、でまあそのまあ、まあ、いてそのアイドルがいてファンってわけじゃないですか。で僕が向こうに立ったら、まあ、こっちがファンじゃないですか。でその今そこの立場にいるわけで、まあ、僕がそのアーティストとしてやって、まあ、ファンの、まあ、ジャムの皆さんがいるっていうのが、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、嬉しくて、まあ、とても感動っていうか、なんかすごいもう何とも言えない感情があるんですけど、やっぱりそういうなんていうんですか、変な雰囲気難しいです。はい、終了。95点の男、最後難しい終わり。これは途中はでもすごい良かった、ね、良かったですよね、途中は、途中良かったの、はい、時間がなくて話やれよって言ったら、はい、最後の締めの言葉を一番初めに考えちゃうと楽なんですよ。あー、なるほど。僕鶴房汐恩がデビューの11人に入れたら、国民プロデューサー様のために手紙を読もうと思います。その理由は、まあ、その場で簡単に、僕の率直な気持ちを伝えれるかなと思ったからです。じゃあ最後にちょっとまだね発表してない人がいますよね。ここで皆さんに鶴房汐恩君の手紙を、お手紙、お手紙汐恩に読んでもらいたいと思います。読む前に先に噛んだりとか面白くもないかもしれないですし泣かないかもしれないです、すみません。
いきます。ジャムの皆様へ、第1話の時から僕をずっと応援してくださってる皆様、回を重ねるごとに僕を好きになってくださった皆様、僕がデビューメンバーに選ばれてから僕を好きになってくださった皆様、そしてお父様、お母様、僕の妹、落ちしまった練習生のみんな、僕の地元の友達、本当に約半年間僕を支えていただいて光をくれてありがとうございます。僕は今最高のメンバーと最高のマネージャー、最高のスタッフの方々と共に活動ができて心から嬉しいです。これからも皆様にもっと新しくかっこよく可愛い姿を見せられるように JO1 一同努力いたしますので、ずっと僕らを支えてください。本当に僕もまだまだ直さないといけないところもありますし、まだまだ実力も足りません。1年後2年後と僕らの進化していく姿を一緒に見届けてくだされば嬉しいです。メンバー一人一人にお礼の言葉を言いたかったのですが、お時間も限られているので個人的に言っておきます。僕のデビュー公約が手紙を読むだったので、こうして公約を今果たすことができているのですが、正直もっと派手な公約にしたらよかったなと思いました。僕は一応ラップ担当でラップをしているんですけど、ラップだけでなく、バラードとかを歌う姿も皆様に披露したいと思ってます。最後に僕の自己紹介をします。鶴房汐恩19歳、2000年12月11日生まれ。その日は真夜中で雪が降っていました。小さい頃はとても扱いやすかったらしいです。おねしょは2回しかしてないらしいです。幼稚園から小学校まではわんぱく少年で、中学校で一旦落ち着いて高校で再びも暴れ、高校3年生の最初に退学して韓国に練習生として10ヶ月いました。その時に初めてダンスと歌と韓国語を学びました。最初はすごく苦戦しましたが、夢のために頑張ることができました。そして韓国に行って10ヶ月後にデビュー評価みたいなのがあるんですけど、それがあって、そこで実力不足なこともあってデビューできずに泣きながら日本に帰ってきました。そして帰ってきて1ヶ月後ほどでプロデュース101ジャパンを見つけて今ここにいます。本当に僕は幸せで、環境にも仲間にも恵まれているなって思いました。長い間僕のお手紙を聞いていただいてありがとうございました。本当に真剣に書いたので、ネタで書いてなくてお笑い要素もゼロですが、本当にありがとうございました。これからも応援してください。鶴房汐恩。綺麗な。意外に受けたみたいで、笑っていただいて本当に良かったです。なんか結構かまなく読めて、スラスラいけて、緊張もゼロでいけたんで、もっとなんか内容濃く書けたらよかったなって、ちょっとだけ後悔します。毎週恒例になってきました、はい、キンです、はい、今日でも4回目です、はい、頑張ってますか？結構頑張ってます。結構頑張ってます。はい、減量頑張ってる。じゃあまず木本くんから見ていきましょうか。どうぞ。先？おはい、ちょっと影が、これライトのおかげもありますね。綺麗じゃね。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。わ、綺麗な、はい、続いて大平くん。ちょっと胸筋あるな。いきます。3、2、1、はい。あれ、ちょっと形が見えてきたんじゃないですか。少しずつ。さあ、次回最終回、はい、頑張ってください。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。この公約終わったら多分ブヨンってやった。めちゃくちゃ食べると思う。本当の自分を見せて、それが現役高校生ならいいかな。おー、高校生ですから。はい、はい、それじゃあテーマはこちらでございます。じゃん、卒業式。はい、いきますよ。1分間でトークお願いします。はい、卒業式なんですけど、僕の卒業式じゃなくて先輩の卒業式の話をします。去年
の先輩の卒業式の時に、まあ、僕野球部だったんですけど、その野球の先輩と一緒にこう、まあ、お別れをした後に、僕はそのダンスをずっとやってて、でその卒業式終わりに卒業コンサートみたいなのがあるんですけど、まあ、それでこう僕がこう、まあ、こう作品をこう出させていただいて、でまあこう卒業生の皆さんにこうなんかこう僕からこうパワーをこう与えられたらいいなと思って、まあ、こういうなんていうんですか、こう卒業式の後にライブをしてこう盛り上がったので、すごく楽しかったなっていう、また、まあ、僕も今年が卒業式なんですけど、まあメンバー来てくれたら嬉しいなっていうふうに思います。でしかも分かりやすかったのは、はい、僕の卒業式の話じゃなくて先輩の卒業式の話をしますってちゃんと振ったから、みんなが、はい、あ、どんな先輩の何なんだろうと思って、うん、そこでまず聞く体制ができるんですよ、はい、そういった振りはまずとても良かったかなと。それが、さあテーマはこちらでございます。うわ、むず、難しくないと思うけど、難しくないと、難しいです。はい、じゃあ行きましょうか。テーマはこちらでございます。海。おお、まあまあまあ、確かにそんな悩むようなあれではないような。よーい、スタート。いや、海はですね、まあ、すごい広いんですよね。他にもありますもんね。はい、すごい広いんですけど、まあ、僕が昔海に行った時、まあ最初は泳げなかったんですけど、そうですね、はい、で泳げなくて、まあ海で練習したことがあって、でまあ塩水なんですよ、海って。そうなんですけど、はい、昔終了。これやばいって。じゃあ、難しくない、海って。いや、難しくないよ。じゃあ真っ白になっちゃうんですよね。はい、アナウンサー試験なんかでやっぱりこういうのをやって、はい、もう何もなくなっちゃう子がいるわけ、はい、ね、そうすると海の歌歌えますって言って、海は広いな大きなって歌う子もいるのよ、そんな、それはそれで、はい、そっちの方で起点聞かしたっていうふうに意外と評価が高かったやつ場合になる。いや、でも海がね、その塩水っていうのを知らなかったから俺はそれだけで十分ゲットできたから、情報は本当に面白いですか。めちゃめちゃありがとう。甘い。それが、さあテーマじゃこちらでございます。この世界目指してたら語りやすいかな。あーって関心なのかな、なんだ、ね、テーマこちらでございます。はい、あ、夢。あ、さあ夢について1分間いきます。よーい、スタート。私木又翔は夢について語りたいと思います。僕はそうですね、小学生の時に、まあ、アイドルの映像をそうですね、見てまあ、かっこいいなと思って、でも自分はなれないなと思って普通に過ごしてきたんですけど、ある時その友達から、まあ、そのオーディション出ようという話を受けて、まあ、この番組プロデュース101ジャパンを出たんですけど、そこから本当に自分のその夢が動き出したというか、こう現実にどんどん近づいていったのかなと思っています。そこで今本当に多くの人に応援していただいて、今この JO1 として活動できているんですけど、そうですね、本当に、うん、なんですね、その友達にも感謝してますし、諦めなくてよかったなと思いました。はい、終了。はい、素晴らしいんじゃないですか。うん、抑えた感じなんだけども、はい、なんかこれまでのことをいろいろ思い出しながら語ってくれたのかなっていう、うん、結構感動を与える話し方だったと思います。なんかすごく入ってきましたよね、うん、なんか話が。トライしてみて。あ、
意外と意外とでもあーっていう、はい、余裕だね。おおいいな、いいよ、自信持っていけばいいんですよ、うん、こんなのはね。じゃあテーマこちらでございます。はい、てるん、バラ。まあ、どうなるか、よーいスタート。はい、ここでバラがあるんですけど、またバラ、なんかまたバラじゃなくて撮ってる側の人もいて、僕は写真が好きで本当にカメラが好きで、なんかこのこういう風に綺麗に撮られてるように、僕も絵を撮ったり人を撮ったり景色を撮ったりするのが好きで、またなんかこうやって JO1 のメンバーになれて、で本当に幸せで、みんなとの思い出もいっぱい作っていきたくて、でこれからみんなと一緒にいろんなところに行くから、こういう風に綺麗な写真が写ってるように、僕もみんなと綺麗な思い出を写真撮って作っていきたいなと思って、それが僕的に綺麗だなと思いました。はい、素晴らしい、これは素晴らしいのでたよ、みんなも感動します、メンバーも。鶴坊くん今の何点ですか？あ、96点です。96点、100点でいいでしょ、あとの4点悩んだ。センスがいい、センスがいい、センスがいいですね。それが最後、じゃあまさかのレン君が C クラスから。比べるもんじゃないですか、レン君はレン君の話がありますから。あ、はい、結構小生と一緒の反応だね。え、なんか、みたいな、なんかうわきついなっていう感じではないから。さあ、テーマはこちらでございます。バン、仲間。いいな。さあ、それでは、はい、よーいスタート。はい、仲間といえばもうメンバーのことを僕は一番最初に思い浮かべるんですけど、この11人に出会った時、もともとプロデュース101ジャパンで101人の練習生がいたじゃないですか。その人たちもライバルだったけど仲間だったじゃないですか。そういう人たちの思いを背負って今 JO1 として活動しているので、その気持ちを忘れず、今後も 何十年も息の長いグループで心地いい仲間たちと長く仕事ができればいいなと僕は思ってます。これからもたくさんよろしくお願いします。はい、素晴らしい。いや、ほんと素晴らしいですよ、これは。いや、これがだからある意味レン君のすごい魅力なんだなって今分かりました。それとそのダンスしてる時とかガラッと変わるという。いや、ほんと神回ですよ。乗りますから。いや、素晴らしい、レン君ありがとうございました。素晴らしいです。いや、素晴らしい、本当に素晴らしい話聞けます。ランパンパンパンランパンパン、どうでしたか。続いては JO1 の皆さんです。どうぞ。あ、華やかな4人。自分たちのどこを一番アピールしたいですか。そうですね、やっぱり。それではレコード大賞新人賞、なかなか今年は有望な新人がたくさん出たので新人賞レースは大変だったと思います。はい、さあ、今の気持ち一言お願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。ジャムのみんな、遊びに来てよ。じゃあどうぞ、撮っていきたいと思います。はーい、今の、現代だぞーって力強い、このマッチョです。ちょっと首のここを見せてセクシーな感じ。虫歯一体ベースポーズ、残ってガシッと掴んで、そう、俺がよくん、そう、俺が無限だ、ツー、スリー、ちょんちょん、これ、ちょんちょん、2回、ちょんちょん。